どうももちです。今日はですね、もう流行りに乗ってしまおうということでですね、ハニーワークスさんの可愛くてごめん、こちらのコード進行を解説してみようと思います。はい、こちらの可愛くてごめんのコード進行なんですけども、先に全体像をお話ししておくと、まず特徴として挙げられるのが定番のコード進行を多用している点、それからほぼダイアトニックコードで出来上がっているという点、でもその中にちょこっとだけピリッと効くスパイスのようなものがかかってる、でも基本的にはとってもベーシックな作り方になってます。では早速イントロからいきたいと思うんですが、これ定番の王道進行が使われています。夜遊びの夜にかけるなんかも同じですね。でちょっと原曲に合わせて鳴らしてみたいと思います。こんな感じですね。はい、今のところ、もうまさに王道進行ですよね。これがイントロの構成っていうのは王道進行が2回繰り返されるっていう構成になってるんですけど、ちょっとね、次のやつちょっと続きのところを聞いてみましょう。はい、こうなってるんですけど、ちょっとねコード譜で見ていただくと違いがありますよね。1周目は Em だからもうこれは本当にベーシックな王道進行でも、2周目はここの Em の部分が Eon Gシャープになっている、だからちょっとだけ変えてるっていうことなんですよ。ちょっとこれピアノだけでもう一回ね弾いてみると、1周目2周目、ここまあ、ここはねジャンジャンジャンはもうおまけみたいなもんですけど、ここをちょっと変えることによってメリハリをつけてる、ここがね、まあそのピリッとしたスパイス、イントロのスパイス、こういうふうにね、この可愛くてごめんっていう曲はちょっとだけ変えることでメリ張ってるっていうね特徴があります。続いて A メロです。で A メロなんですけど、ここも定番の進行が使われてます。何かというとカノン進行ですね。ところがですね、ここもカノン2周っていう構成になってるんですけど、1周目はベーシックなカノン進行、もう本当に原型になるようなカノン進行、そして2周目はいわゆるベースラインが加工するっていう、今どちらかというとこっちが一般的って言われてるねカノン進行になっている。でちょっとそこのところをメリハリというかね、違いを気にしながらちょっと聞いてみていただきたいなと思います。まずその1周目の方をねかけてみます。はい、今のところが1周目、そして2周目はこちらがですね、ここからですね、ちょっとかけてみますね。はい、1周目はベーシックなカノン進行、ちょっとピアノだけでね鳴らしてみると、はい、これ後半に関してはもうベースラインが加工していく、まあ一般的なカノンですね。ちょっとかけてみません。こういう感じですね。次は B メロなんですけど、まずは聞いてください。B メロもね別にあのなんじゃないですよね。あの難しいところ特にないと思うんです。でポイント、まあポイントというほどもポイントはもはやなくなってしまってますけど、ポイントを言うなら、この Em の前の E、 これがセカンダリードミナントですね。それから一番最後の G の前の G シャープ、これはねちょっと、難しくはないけど、これはですねこの G に行く裏コードって呼ばれるものですね。でまあ裏コードなんですけど、まあ裏コードなんていうとね、こうサブスティテュードドミナントとか置換ドミナントとか、まあいろんな言い方があって、まあちょっと難しい話になるんですけど、まあ本来ねこうジャズとかでよく使うやつなんですけど、まあここはね、まあそんなに難しく考える必要はないと思います。じゃあですよ、裏コードがあるということは表コードがあるってことですね。じゃあ表コードで弾くとどうなるのか、こうなります。 G D G、 こうなるわけですね。でこのD の部分が D メジャー、この部分が裏コードに変わる、つまりこれになるってことですね。
こうなる。でここに関してはメロディーがこの音、この音弾いてますから、これだと合わないですね。こうなっちゃう。だからここはもう裏コードしかないんですよ、言ってしまうとね。だからこれじゃないとね、これだとここがね、メロディーとぶつからないので綺麗にはまるんですよね。だからそのコードだけで見ると、裏コードだとかね、なんかセカンダリードミナントだったとか、サブスティテュードドミナントとか、もういろいろなんか難しい方あるけど、結局はメロディーがどうなってんのって、そので、そしてメロディーに合うコードは何なのか、ここが一番大事ってことですよね。ピアノだけで弾いてみるとこんな感じになります。はい、でサビですが、サビはねもうイントロと全く一緒。まあ一回ちょっとかけてみますね。こんな感じですね。もう特にコメントすることもないです。もう全くあのイントロと同じっていうことですね。で次なんですけど、またあの間奏行って A メロ行って B メロ行ってサビっていう流れになるので、そこをちょっとまあカットしましてですね、 D メロ的なとこに入っちゃいたいと思います。ちょっとかけてみたいと思います。はい、ここまでですけど、と前半のところで切りましたけどね、特にね難しいところはなくて、まあ強いて言えばですね、このでこの F の次のコードが、まあこう Em7 ではなく C on E になってるってことですね。でここはなんで C on E になっているかというと、ここのメロディーがこうなるんですね。だからこれが趣味の違い変わり者とってこうやっちゃうと、またこれがここでぶつかっちゃうんですね。だけどこれを C on E こうやるとぶつからない、あのこういうことですね。ここはメロディーの都合で Em7 ではなく、まあ、あるいは Em ではなく C on E になっていると。次 D メロの後半のところですね。ここも別に特に難しいとこ何もないですね。まあ C音 E 出てきますけど、ちょっと聞いてみましょう。はい、こんな感じですけど、ここちょっとラッドウィンプスっぽくてかっこいいですよね。あのなんでかというとね、ここまたベースというか、まあコード全体もそうなんだけど、上行していくんですね。 EFG こんな感じですよね。あの上行していくから、すごいこう今から盛り上がっていくぞっていう雰囲気が出来上がってますよね。これはすごくラッドウィンプスっぽいなと僕は思いますけど、ちょっとこれあのピアノだけでちょっとね聞いてみるとこんな感じになるんですけど、最後、まあ、インタルードも間奏ですね。間奏行ってから最後のまあサビ、まあ、最後です。一回落ちサビがあるんですけど、その落ちサビのところです。でこの落ちサビのところちょっと一回聞いてみてください。こんな感じですね。はい、こんな感じですが、ここの落ちサビ、まあ、前半と後半に分けて考えると、まあ、前半はもう今までと一緒ですよね。王道進行
ですね。でところがこの後半のところ、ちょっともう一回かけてみます。後半のところね、ここからもう最後のね、人生楽しんでごめんのところはいいと思うんですが、まさに ここですよね。ちょっとピアノだけでやってみますけど、このここちゅあざとくてごめんのところですよね。これね、もうあのお決まりの上トークというかね、まあ、ここもですね、実際はあの全部マイナーのダイアトニックコードなんですが、もうこれね、あのそんな難しいことをしのこの考えずに、ここはねもうこういう塊で考えた方がいいです。いわゆるまあクリシェって言われるやつですね。どういう風になってるかというとですね、こっからこのルートね、ここが下がっていくわけです。半音ね、こう Am7Am7 そしてここからここまでセット、 Fm7f5。これよく見かける進行ですね。これも、まあ、かっこいいといえばかっこいいですよね。ここでその最後の最後にこのものすごい切ないやつをぶち込んでくるっていうね、まあまさに可愛くてごめんって感じですよね。はい、あの駆け足でやってまいりましたけど、いかがだったでしょうか。まあこんな感じで、あのダイアトニックコードと定番進行と、そしてもう あのありきたりなクリシェを組み合わせるだけでもね、こんなにいい曲ができるっていう、まあ本当お手本のような素晴らしい楽曲だと思いますね。はい、ということでですね、これからもあの最新のね流行り楽曲に乗っかってみたり、ちょっと古めのね渋い曲をやってみたり、まあいろんな楽曲のコード進行を分析していきたいと思います。 ご興味がある方はぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。もっちでした。